お前のさ、うん、中学3年生ってさ、すごい楽しそうだよね。うん、なんで？ああ、み、あ、み、あ、そう。鶏とか。鶏とゴリラと。ゴリラと。死んだやつ。ちょ、待って、チャックって言ってたよね。チャック。チャックも仲良かったからね。うん。でもさ、最近になってさ、うん、理解してこない。よ、だってさ、俺ね、放送でも言ったんだけど、一個なんかね、そう、チャックって有名じゃない？お前、チャック広めだっしょ。じゃあ、よっちゃんが広めたんだよ。死んだのに。じゃあ、死んだのは、亡くなったっていうの話は、うん、俺ね、感動したっていうか、ああなんか、思うところがあったのか、お前にさ、チャックの写真パッと送ったじゃん。ああ、ね、最近だよね。そう、最近送ったじゃん。最近だよね。で、お前からの返信がさ、ああ、チャックってこんなに子供だったんだって。俺、それ見て涙出ちゃって。あ、彼は、いやいやいや、でもそうだよ、ね。でも、そういう気持ちで送ってきたでしょ。なんか彼は、そこでさ、人生が終わってしまったけど、俺たちそれから15年も生きてんだよ。で、俺たちこんなおじさんになったじゃん。そう。っていう気持ちがあって、お前送ってきたんだなと思って。あいつっておっさんだったじゃん。おっさんだった。すげえ、おっさん側だったのに、めっちゃ子供だったじゃん、みたいな。え、ちょっと待って、うん、そうだね。それを見て、多分天狗ちゃんは、そういう気持ちで、この LINE 送ってきたんだなと思ってさ、うん、それからさ、LINE がピタって止まったじゃん。あ、そう。あれもまたなんか、感慨深いなと思って。しかもこの人こんなこと言ってるけど、人生で一回だけ泣いたことがあって、チャックの葬式で泣いたから。いや、それはね、ほんとに。あれも感情が失禁してきたんでしょ。ほんとに、泣く。ね、っていうやっぱ、うん。心の優しい男だったね、チャックは。そう。そういうイメージがあるわ。でも、まあね、俺もペスと、うん、チャックと、うん、死んだタクマってやつ。もう一人死んでんの。なんでうちらそんなに、なんかさ、自殺流行ったんだよね。ああ、そうそう。なんか、みんな、みんな死ぬみたいなね。ね、あったね、確かに。だから実感わかんないったけど、うん、最近俺も分かってきたわ。そう、うん。俺多分ね、布団、ジュンと、うん、ジュンの世代、うん、あるじゃん。うん、ニワトリと、うん、チャックと、うん、あとはね、ゴリラか。あいつら、すっごい仲良かった、ね。仲良かった。4人組はマジで仲良かった、ね。本当にずっと一緒にいたもん。そう。で、俺、幼稚園なんだよね。幼稚園。あ、そっか、ずっと一緒だもんね。ずっと一緒で。で、いろんなことがあって、うん、でもあいつ死ぬんだと思って。そう。わかんなかったよね、ほんとデブなのにね。そう。一番ね、長生きしそうなのに。そう。まあ、デブらしく死んだよね。心筋梗塞。まあ、心不全でね。あいつはデブらしく死んだんだけど、うん、でもね、今ね、やっぱ大人になって考えると、うん、あれはやっぱね、あのね、事件だよ、絶対。なんで？いや、あれは事件だよ。今、事故じゃない？いや、俺は防げたと思うね。絶対。あれは先生がいけないよ。合宿中に亡くなっちゃったじゃん。あれはもう先生がいけないよ。絶対。え、なんで？いや、絶対防げたよ。めっちゃ苦しいんでしょ、心筋。いや、でも多分寝てる時にスッといったから、本人は苦しくなかっただろうけど、やっぱその練習のさせ方とかに、問題がなきゃ絶対死なないもん、人なんて。あんな若くして。心不全なんてならないもん。あ、そうよっぽど来ないと。あ、そう、ね。絶対なるな。若者でそんな死に方しないもん。ね、うん、だからそうそう。だからデブだから死んだんじゃねえかってみんなの、そういうじゃん。チャックってデブだから、死んだ。まあそうだけどな。確かにいいよ。そうじゃねえよ。おめえだけだろ。なんかみんな俺たち思ってるみたいなさ、思ってねえよ。そう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 。なんかでも、もっとすごい、あれだと思うな。なんとなく。なんかもっとさ、例えば、やっぱさ、激しい運動させすぎたとかさ、結構やっぱしごかれてたじゃん。あいつってあれでしょ？そういう運動でしょ？そうそう。俺は思いますね。あ、そうっすか。俺もなんかちょっとだから、いや、助かったかどうかわかんないけど、だからそれでね、顧問の先生のことをやっぱ好きになれなくてずっと。そいつの授業とかやっぱ俺もう全然あれだったもん。喧嘩したことあるもん。チャックを殺したって。って思ってたんだよ俺が。あで、あいつがなんか、わーって言ってきても、もう聞けなかったもん。あ心のどっかで。人殺しいや、お前のせいだぞっていうのはやっぱずっとあったよ。で、今でもあるもん。あ、今でも今でもある。そいつが教師やってたら嫌だなっつう。でも、どうなのね。結構自殺じゃねえ。でも自殺じゃないだけいいよね。まあ確かにね。それだったらちょっと。自殺って、何とも言えないよね。やっぱね、なんか虚しいじゃん。虚しいし。本当に自殺入ったんだよね。だってさ、チャック死んじゃったぞみたいなさ、メールが来た時一緒にいたじゃん。
うん、立山駅いたじゃん。ああ、そう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 。二人とも理解できなかったからさ。そうだ、まあ、チャック死んだけど、千葉に遊び行こっか、みたいなさ。ナンパスベイみたいな。ナンパスベイみたいな感じで行って、なっつうよね。30分ぐらい電車乗っててさ、二人の顔を青ざめてきて、そうじゃん。てみちゃん、ちょっとさ、冷静に考えてくれ、つって。あ、これ、そうじゃん。30分電車乗って、から気づいたじゃん。これちょっとやばくねえかつって。そうだね。俺と、天狗ちゃんと、鶏とゴリラが、いたんだよ、4人で。で、みんなちょうど同じタイミングで青ざめてきてすぐ戻ったんだもん。そうだね。そうそう。わかんなかったんだよ。うちらは嘘だな。嘘だなと思って。うん、なったよね。その、鶏に至っては、鶏が来たんじゃない？鶏に至っては、チャックなんか死ぬわけねえじゃんつって、チャックのメールに死ねって送ったんだよ、それ。ふざけんなきゃいけない。それを遺族の人が見てんだよ、こうやって。すげえ責められてたから、鶏。俺、とんでもねえ殺しちまったって。あ、すげえ泣いてたからね。もう俺殺してくれ、純粋って。まあまあね。わかんなかったんだから、死ぬわけねえと思ってんだから、人なんて。そう。だからうちはもそうじゃん。あ、また嘘ついてる。また嘘ついてる。また嘘ついてる。ええ、俺これ送るから、って。もう一回死ね、みたいな。もう最悪だよね。でもね、なんか、いよいよってなってきたよね。いよいよだったね。え、本当にみたいな。うん、でも帰るか。帰るね。帰るかってなって。ね、地元帰る。でさ、もう、帰ってる時の電車の俺風景、俺覚えてるもん。あ、ほんと？もうみんな30分一言も喋んないっていう。いやいやいや、でもそうでしょ。ちょっとやべえなって。っていうか、うん、そう、理解できない、ね。理解できない。やばいなってなって、うん、30分がずーっと無言で内房線を越えてさ、南下してきてさ、あれを今でも覚えてるよ。あの、座席が、あの、なんていうの、4人掛けじゃない。4人掛けじゃなくて、じゃなかった隣にある、この、普通の電車みたいな。そう、俺と天狗ちゃん、鶏とゴリラがいて、うん、もうみんなでこうやって。で、鶏にだっては、俺とんでもねえメール送っちゃった。いや、でも、鶏くん、それは別にあれだよ、つって。大丈夫だよ、つって。まあね。それはだって信用できなかったんだから。わかんないから、ね。わかんない、うん。でもあいつたまにそういう間抜けなことするじゃん。まあ。